注目しましょう。ワルドナーと高加陵、第4試合が始まります。高加陵のサーブ、ワンポイント高加陵、サーブミス、ワンノール、フォアに回った。高加陵、ワンフォー、ワルドナーサーブ、素敵ですよね。はい、切れてました。スリーフォー、あー、インド大会も今、はい、高加陵が打ったレシーブスマッシュから、はい、逆転したんですよね。あーはー、高加陵5、高加陵2ポイントリード、セブンノール、切れてました、ナインセブン。このサポーターテンセブン、ベンチの顔と選手の表情ですね、ええ、もうベンチにいると選手の気迫が伝わってきますからね。10-11、すでにこの対中国戦、闘技に勝って1勝を挙げています。高加陵の方は第1試合アペルグレンに競り負けました、はい、ぐらいでね。そうですよ、あれももう一気に取れるかと思うところずっと詰められましたもんね。あ、ガルドナーが取りました。ガルドナーのサーブ、13-2 ポイント連取した高加陵。あー、ワルドナーサイドをついたあたり見事です、はい、15-13、今度はストレート、下がったワルドナー、ドビングで返す、2回目、3回、おっとミス、高加陵にミスが出ました、スマッシュミス、ポイントワルドナー、次ですね、4回目、ここでミスです。 14-13、 そして5人、あ、エッジボールでチームのエースの対戦は何かこう噛み合わない感じです、まだ、もゲームポイントが来ました。ワルドナースッと離れたのワルドナーってちょっと遊ぶところあるんですよで、さっきもそうでした、あ、これで取りました、21-16で第1ゲーム、スウェーデンワルドナーが取りました。そして79年にハンガリーが1回優勝していますが、80年、今回5連覇をかけて通算11回目の優勝を狙う中国ですが、スウェーデンが4回目の決勝で現在サノールです。効果、そう、よくはないですね、決してよくありませんか、はい、
シャワルコナー、中国選手の速攻のお株を奪った感じのプレー。巻き返しを図りたいところ。スリーフォース、これがツーバンドで、そうですか。うん、しかしもう試合ぶりですね、はい、ここからは。ちらっと映りましたが、ベンチの、はいね、目つきなどは、いやー、チームでありました ね、 そうですね。で外れました。今のなんかも狙わなきゃいかんなんですけどね、あれは叩かなきゃいかんボール。荒いですね、ちょっとね。はい。ああ、分がいい。あんですね。ふわにまた抜いた。ミスですが、またミスが出ました。ミスが出ました。完全に集中です。はい。今度はセブン、ワルドナーサーブに変わります。ああ、リードして思い切ってバックで、回転をかけてきますね。ワルドナーリード、いいところです。ここでどんだけ集中して、はい、間合いを効果量の間合いにしながら、はい、サービスで挽回をかけていくか、無造作にスッスッていくとまたレシーブエースで狙われます。はは、はい、無造作だ。はあ、フォアに回ろう回ろうっていう意識はもうワルドナーにありますもんね。ないと決まっちゃいますね。はいはい。16ポイントが一つこのゲームを決める感じがあります。はい、あっとフォアで思い、さあワルドナーサーブ、いいサーブを出した。あっとミス、ミスが出ました。4回目、決まりました。4回目のスマッシュで決めて、ついに効果量、さすがという感じですね。はい、追いつきました。16ノール何気なく追いついたという感じですね。日本の時こうガッツ出して追いついたんじゃなくて、そういう感じがあります、はい、確かにそうです、だから、はい、逆転、あーバックハンドミス、2016ゲームポイントは、はい、さあ効果量のサーブで第3ゲーム始まりました。わかりませんけども、あえて押し続けている可能性もあるんですか、はい、しかしなんかこの大会では、1万5000個のボールですか、はい、が使われるというようなことが書かれてましたが、スリーホール厳しいところ、あーっとスマッシュミスがありました。効果量チラッとしてるでしょ、はい、ミスが出ます。
が決まってくる時というわけですね。果たしてそう持っていけるか。あっとサーブミス。あっとそれから、あ、また今のサーブが、サーブミスの後の次のポイントもまたサーブの違反があったんです。それで、あれでちょっと審判が変わるんですかね。そうですね、アンパイアからボールって言わないと。はい、はい、5-9でスタート。来ました10-5。ずいぶん差があったのはカッと逆転しましたよね。とんでも12場内からはブーイングとなってしまいます。また第3ゲーム、揺さぶったバルドナポイント、ガッツポーズが出ました。15-10。綺麗に揺さぶりました。よく打ちメイキン、これも積極的。ヒルスマッチですよ今ね。そうですね、ね、うん、感じがね、バックサーブ穴あと1本も使えますね。バルドナーが勝ちますと4-0になりますが、1本は効果量。スウェーデン勝つと王手になりますね。王手になりますね、はい。21-16です。しかしどの試合もファイナルゲームまで行っています。バルドナー効果量を破りました。21-16、ゲームカウント2-1。どの試合もスウェーデンがしのいで、なんと4勝0敗、4-0。スウェーデン王手をかけました。中国苦しくなってきました。これまで過去3回。